はい、皆さんこんにちは、ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで、今日はですね、かなり喋りたい内容があって、こういう風に動画撮らせていただいてるんですけれども、今朝クソアプリの広告案件に僕の SNS アカウント勝手に掲載されていて、そこであたかも僕がその商品を勧めているようにね、無断で素材を使われていますよというふうに、ツイッターのフォロワーさんから情報をいただきまして、その件についてお話をしたいなというふうに思います。で、今日僕がこれからする話っていうのは、おそらくいろんなご意見皆さんからあると思うんですけれども、もうこういったことっていうのはたくさんなんで、言いたいことをね、言わせていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、冒頭にもお伝えした通り、今朝ですね、僕のツイッターアカウント宛にフォロワーさんからサプリの広告に勝手にね、無断で転載されてますよっていう情報をいただいて確認したところ、あたかもこう僕がツイートをしたような内容のコメントっていうのがクソサプリのランディングページの中の一つのコメントとして表記をされてたんですね。今日はそれについてちょっと言いたいことを言わせてもらえたらなというふうに思うんですが、これっていうのは直接的にそのサプリメントメーカーさんが運営しているランディングページなのか、そうではなくてアフィリエイト向けに作られた LP なのかちょっとわからないので、あえてこのメーカーさんの名前っていうのは今日出さないでいこうと思うんですけれども、その LP っていうのはね、こういう感じなんですね。要はロイド・メイウェザーさんの監修するサプリメントっていうことで、 HMB プラスクレアチンというよくあるあるのね、まあそういうあるじゃないですか、サプリなんですよね。で、これ下をスクロールしていくと、いろんなこうメイウェザーさんの記事があって、あたかもそのメイウェザーさんの体を作ってるのがこのサプリの摂取のおかげみたいなことが書いてあるわけですね。で、その下まで遡っていくと、インスタグラマーというか、インスタグラマーさん、インフルエンサーの方が、そのサプリメントを使って効果が出ましたよ、みたいなことが記載されてるわけですよ。で、さらにその下に行くと、こうツイッターでね、いろいろ発信してる内容みたいな風に書かれていて、この中でね、これ明らかに僕なんですけども、まあ、名前がちょっと変えられているというね、ケンジ趣味事務経営でも、まあ、なんでケンジなんだというところではあるんですが、この下のアカウント名とか、まあ僕のツイッターアカウントそのままなので、写真も含めてまさに僕という感じなんですけれども、まあこの内容っていうのはここにも出てると思うんですが、マジでうちのジム潰れそうだわ、全てはメイウェザーのサプリのせい、あれが売れてから客がどんどん離れていく、もうジムの時代終わりだよ、マジでうちも給付金降りるかなという、まあよくわからないことが書かれているんですね。当然僕はこれを記載していいですかというふうに言われたこともないですし、こういった内容のツイートもしてないんですよ。まあなんかツイートしたようにでっち上げられてるだけでね。その下にはこのサプリが出てからジムを解約する人も増えまくってて、 SNS ではジム経営者の嘆きの声も炎上してたわということで、ジム経営者の嘆きの声としてなぜか僕の声が勝手に編集されて使われているんですけども、でジムの時代もね、別に終わってないと思います。この状況が改善したら、今運動できないストレスをね、発散したいっていう方でジムに戻ってきてトレーニングする方っていうのはどんどんまた増えていくと思います。こういうことっていうのは過去にもね、何度かあったんですが、その都度穏便にというか、こういうふうに表には出さずに直接相手と適切な処理をしてきたわけなんですが、ちょっともう今後ね、こういったことはやめてほしいなということで、あえて今日は動画という形でお伝えをしているわけですね。先ほどもお伝えした通り、この LP ランディングページっていうのがメイウェザーさん監修のサプリメントのメーカーさんが作っているものなのか、それともそうじゃなくてどこかのアフィリエイトサイトとして回されているものなのかっていうのはよくわからないんですけれども、一応ですね、元のメーカーさんのウェブのページっていうのを確認しました。で、そこでね、販売されているサプリメントの内容としては、基本的に HMB とプラスクレアチンですと。他にもビタミンとかなんか BCA とかって書いてありましたけど、ほんとビビたる量なんで、メイントピックとしてあげてるのは HMB とクレアチンですと。でね、もうここにも出てると思うんですけど、筋肉サポート成分を業界最高水準配合っていう風に書かれてるんですよ。 HMB プラスクレアチンで 1600mg 配合と。ちょっとサプリメントかじってる人は分かると思うんですけども、 HMB とクレアチン、おそらくクレアチンモノハイドレートだと思いますよ。これ足して 1600mg って必要量だと思いますか？これ全く必要量に届いてないですよね。別に業界最高水準で全くないわけですよ。詳細を確認してみると、毎月1袋を25日ごとに自動でお届けする定期コースですと。まあ、よくあるこういったサプリのサブスクモデルですよね。で、効果を実感いただくため最低5回の継続をお約束いただいておりますと。まあ、1回2回だと効果がないってことがバレちゃうから、ライフタイムバリューを稼ぐために5回の契約の制約をつけてる。これもね、法律的にどうなのかなというふうに思いますけどね。で、初回はね、ほぼ無料みたいな価格なんですけれども、2回目以降は定価から 31% オフの6200円
括弧税抜きでお届けをしますと、まあ、いうことが書かれていて、1袋あたり30袋入っていて、税抜き価格の定価が8980円なんですよ。 HMB とクレアチンね、 1600mg かける30袋で 48g じゃないですか。 48g で8980円、この金額が定価なんですよね。皆さんこの金額どう思いますか？ちなみにマイプロテインで HMB とクレアチンをそれぞれ買おうとすると、 HMB っていうのはおおよそ 250g、 3300円とか3400円で購入することができます。クレアチンモノハイドレートに関しては 250g を1300円ぐらいで買えるんですね。割引のコードとか使えばこの価格の3分の2ぐらいで購入できるわけですよ。 HMB に関してはやっぱり効果を実感するため最低でも 3g ぐらいは日に必要だと思いますし、クレアチンに関してもやっぱり 3g から 5g ぐらいは必要なのかなというふうに思ってます。それは過去の動画を見ていただけたら、数字の根拠だったりっていうのは解説しております。なんだけれども、この内容としては業界最高水準で、 HMB とクレアチンが足して 1600mg しか入ってないよということなんですね。で、原材料のコストから考えると、おそらくクレアチンっていうのが HMB の3倍ぐらいを占めてるのかなというふうに思います。そう考えると市場価格のどうでしょうね、10倍ぐらいの値段で売られてるという話なんですね。これまでもサプリメント業界の闇っていう動画だったりとか、ちょくちょくお話はしてきましたけれども、リテラシーの低い情報弱者の方を対象とした、こういう風な明らかに中身と金額が釣り合っていないサプリメントって山ほどあるわけですよ。原価を下げて利益率を上げようとすること自体はビジネスの一つの戦略としてあるのでね、完全に否定をするつもりはないんですけれども、こういったものが蔓延することによって、サプリメントイコール全部怪しいんでしょうみたいな風にね言われるのがすごい嫌なんですね。個人的には、過去の動画、僕の出しているコンテンツを見てくださっている方ならご理解いただけると思うんですが、これまでね、日本のフィットネスリテラシーを少しでも上げたいという目的でこういった発信っていうのをやってきて、もう700本とか動画上げてると思うんですけれども、サプリメントイコール補足、つまりトレーニングをしっかりして食事をしっかり管理できていて初めて効果の出るものっていうのは間違いないんですね。ただ企業努力で科学的根拠に沿って本当にいいものを消費者に優しい価格で届けようというふうに頑張って作ってるメーカーさんっていうのは確かにあるんですよ。そういったところもいくつも見てきました。なので全部が全部怪しいというわけでもないのにもかかわらず、そういったものがね、一括りとしてサプリメントイコールなんか怪しいものでしょっていう風に思われるのっていうのはすごい嫌なことだなっていう風に思ってます。もう一つ言いたいのは、こういうものを宣伝するインフルエンサーさんに対してですね、本当にいいものだったら最小人数が利用して、そういった人たちの口コミで徐々に広まっていくっていうことがあるんですが、こういうものっていうのは基本的に原価を下げた分、広告費にお金を回して初めて売り上げが出てくるようなものになるんですよ。中にはウェブのリスティング広告にバンと高い予算をかけて、多くの予算をかけてアドを分回して売っていくみたいな方法もありますけれども、最近で言うと、インフルエンサー、インスタグラムとかツイッターのインフルエンサーを使ったインフルエンサーマーケティングっていうのは主流なわけですよね。要はインフルエンサーにお金を払ったりとか、現物を支給して宣伝をさせる方法になります。なのでこういうふうに告知に協力する人っていうのがいなければ、ほとんどこういうものっていうのは広まりにくいんじゃないかなっていうふうに考えてるんですね。そういったね、インフルエンサーと呼ばれる方にめちゃくちゃ言いたいのが、サプリへの案件だったらサプリメントのこと、筋トレグッズの案件だったら最低限の解剖学だったりとか運動生理学っていうのをもっとちゃんと勉強してほしいなと思うんですよ。その上でいいものを広めていただきたいなというふうに思います。それがね、プロのインフルエンサーとしてあるべき姿なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。確かにね、インスタグラムにたった1投稿するだけで3万円とか5万円とか、下手したらね、フォロワーの多い方で10万円とか、それ以上入ってくることってザラにあるんで、割がいいなと思って受けたくなる気持ちってわからなくはないですよ。フィットネス界隈の人ってね、決してお金を持ってる人が多いっていうわけでもありませんしね。ただ皆さんに言いたいのは、得た金額以上に信用を失いますよってことなんですよ。皆さんはですね、ちょっと知識があれば、普通だったら1000円で買えるものを1万円で売るっていうことを手伝ってるわけですよ。もちろんね、実質的な値段が高かったとしても、その分の付加価値としてブランド価値だったり、そういったものがある場合だったら全然 OK だと思うんですけども、こういうものに関しては一概には言えないですが、ぶっちゃけ言葉選ばずに言うんだったら詐欺の片棒担いでるようなもんなんですよね。これ以前にもお話したかもしれないですが、僕にもね、過去最大で一件20万円で動画作ってくださいとか、そういったサプリメントの案件来たことあります。だけどね、そういった案件っていうのはこれまでにもお伝えしてきた通り、一度も受けたことはありませんし、それっていうのは僕の発信者だったりトレーナーとしてのプライドっていうところ、そして本当にいいものっていうのはわずかかもしれないですけれども、実際にあると僕は思ってるので、それに関しては人一倍勉強して科学的根拠っていう裏付けをしっかり取った上で皆さんに伝える努力をしています。もちろん前提にはね、栄養がめちゃくちゃ好きだし、フィットネスが好きっていうところがあってのことですよ。こういったことを告知するようなインフルエンサーさんの立場に立って考えると、やっぱり一番難しいのっていうのは、自分の身の回りの仲いい人から仕事を依頼
いされるケースなんですよね。フィットネスの世界って非常に狭い世界なので、知り合いの知り合いとかで簡単にね、これちょっと広告お願いしますみたいな感じでね、依頼されることって実際あるんですよ。確かに断りづらいっていうのはわかります。だけど本当に仲のいい人だったら、もうちょっと違う方向性で付加価値をつけたりとか、価格を決めていった方がいいんじゃないですかっていう風な提案をするっていうことはね、絶対必要なんじゃないかなという風に僕なら思いますし、僕ならそうします。なんだろうな、それが本当のこう相手に対する優しさなんじゃないかなっていう風に考えてるんですね。今回も同様ですけれども、今後に関しても、もしこういったことを無断で掲載された場合、適切な処置を取っていくというふうに思います。そして最後に言いたいんですけれども、商品の購入を一番最後に決定するのっていうのはやっぱり消費者の方なんですね。これを見てくださってる方もまさにそうだと思います。これ厳しい言い方かもしれないですけれども、この人に言われたからとか、この人が宣伝してたからとかっていうのは参考にする程度なら OK だと思うんですが、自分が勉強せずに買ってしまった言い訳だと思うんですよ。なのでちょっとめんどくさいかもしれないですけれども、最低限ね、中身とそれから他メーカーの市場価格みたいなところは調べておいて損はないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで今日はちょっとね、言いたい放題言わせていただいたんですけれども、まあやっぱこういうことって絶えないよねということでね、僕以上に多分こういうものに利用されている方、フィジーク選手であったりとか、まあ、そういったフィットネスコンペティターの人多いと思うんですが、ぜひやめていただきたいなというふうに思います。はい、今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディアやっております。センドロールを概要欄からぜひチェックお願いします。こういう動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。